頑張れ。パンダって可愛いよね。パンダが見えないよ。みんなもパンダを見ないよ。クッ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 ク、我らがブロシャイムの科学力はついに憎き宿敵サンレッドを葬り去るための悪魔のメカを生み出した。その名もヒーローレーダー。これさえあればサンレッドの居場所は一目瞭然、つまり襲いたい時に襲えるというわけだ。闇忍者マンジオ、次はお前の番だ。フロシャイム出撃。レッドはあと800メートル先にいます。よし急ぐのだ。ここにレッドが？間違いないよ。どうします？中に入ってレッド襲います？できるわけないでしょう。だってこの家お通夜やってるじゃん。帰ろうか。君たちみんな黒いの着てるから本当にお通夜に来たのかと間違えられかねないよ。そうですね。まあまあ、走って駆けつけてくださるなんて。あ、いや、ご紹介してあげてください。間違えられた。個人とは？ええ、知り合いのお父さんで。なんで知り合いでもない人のお証拠をするんですか？仕方ないでしょう、断りきれなかったんだから。何やってんだあいつら。今日こそレッド襲撃を成功させるのだ。フロシャイム出撃。もうすぐレッドのいる地点です。よし、抜かるなよ。え、ここすごく高級な天ぷら屋ですよ。こんなところにあのレッドがいるんですかね。ちょっと覗いてきてみるよ。いらっしゃいませ。お客様何名様ですか？いえ、その、私はあるヒーローを探して。お一人様で？あ、4人です。4名様ご案内です。なんでお店に入っちゃうんですか？だって本当のこと言えないし。なんか落ち着かないわね、こんな高級なお店。いいんだよ、今日はなんたって CR 江戸の花嫁3で格変の嵐だったからよ。まあたまにはいっか。おう、飲め飲め。結構いい値段するね。あ、そうですね。一番安い天丼4つでいいね。でも1人前2800円ですよ。あいつら何やってんだ。今日こそレッド襲撃を成功させるのだ。フロシャイム出撃。もうすぐレッドのいる地点です。よし抜かるなよ。おっせえな、相変わらず。クッククック、見つけたぞサンレッド。おまクッククックック、居場所を突き止められて驚きを隠せぬようだな。フロシャイムが開発したヒーローレーダーをもってすれば貴様の居場所を知ることなど猫を探すよりたやすいわ。おっ、なんだ、驚きすぎて声も出ないのか。あれ、バカ逃げろ。なえ、パンク様、ヒーローレーダーに新たに2つの反応が。何？そうだよ、もうすぐ来んだよ兄弟戦士アバシュリンの2人が遊びに。おい、ミラー兄貴、レッドが怪人に襲われてるぞ。なららららら、いつショータイムだな。みんな逃げて。あららららら、どこ行った？おい、行った？いえ、まだ近くに。アバシャリンって確か。レッドさんが引くくらいタチの悪い先輩ヒーロー。また来ます。八つ咲きにするだけだ。やっとゴミの匂いが取れたよ。えらい目に遭いましたね。でもこいつのおかげでなんとか逃げ切られましたね。それなんだけどさ、そもそもこいつがなければあんな目に遭うこともなかったんじゃ。そういえば私も考えたんだけどさ、レッドさんの居場所ならかよこさんに聞けば大体わかるよね。そうですよね。いりませんね、ヒーローレーダーねえ。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。レッドイヤー。サンレッドは精神を集中することにより10キロ圏内の物音を聞き分けることができるのだ。怪
転寿司一皿100円って安く感じるけど、本当は意外と高いと思うの、私。だって1個100円のおにぎりなら2個食べてお腹いっぱいだけど、回転寿司2皿じゃお腹いっぱいにならないじゃないですか。おお、確かに。相変わらずしょうもねえ。バンプとかやこのさっと一品やってきました。このお時間、今回も元気にお料理しましょう。今日はこれ、横浜サンド。え、横浜？横浜名物のシュウマイを挟んでるから横浜サンドっていうの。材料の紹介いくよ。食パン1枚、それに既製品のシュウマイ、あとからしと醤油ですね。まずはシュウマイを温めます。レンジで40秒くらいかな。この間にパンを半分に切っておきましょう。温まったシュウマイにからしを塗ってパンに挟んで、もう一度レンジで温めます。何秒くらいかしら。今度は5秒から10秒くらいで大丈夫。温まったらお好みで醤油を垂らして完成。横浜サンド、今回も簡単ですね。なんか肉まんみたいでしょ。本当だ、肉まんみたい。じゃあ肉まん買って食いゃいいじゃねえか。もう食うと思うんだけど。あたしみ、さっきの彼氏ってイケメンなんだって。嘘、マジ？まあ、あしはイケメンっていうより超イケメンだと思ってんのね。超イケメン？ああ、サチ。あ、来た。わーれ、遅くなった。超イケメンっていうより超イケメンじゃん。ぼーっとしてたらさ、道玄坂のワック行っちゃったよ。行かなくない？道玄坂ってあんまり。どうせえぐいじゃん。あんずかきあるし。あ、彼氏のツノピー。ちっさ。超ワイルド系っしょ。系はいらないと思う、マジで。どこで知り合ったの？出会い系。ツノピーから初めてもらった写メ保存してあんの。見る？おめえ、まだあの写メ撮ってあんの？ほら、右のメンズだと思って会いに行ったら、左の生物だったから超ウケた。お前、俺みたいそっちかよって突っ込んだもんな、初対面で。でもツノピーの登場の方が超ウケたけどね。マジで？うん、初めてのデートの待ち合わせは井の頭公園だったんだけど、ツノピー池から出てきて。本当にイケメンじゃん。お前素でここに住んでるのって聞いたもんな。なわけねっつうの。いやいやいや、ありえるし、普通にツノピーなら。あ、アシ、まだバイトまで時間だけど、どっか行かない？え、別にいいけど、どこ行く？じゃあそこ行かね、あそこ。どこ？池。もう池はいいっつーの。どう思う？正直言って。サッチンの男の趣味わかんない。なんか舌立ってるし。ねえ、ツノピーの方がトモキ君より背高いよね。同じ土俵に上げないでくれる？私の彼氏を。彼女欲しい。そういえばツノンが彼女できたらしいですよ。え、マネキンでも拾ったか？いやいや、人間、女子高生ですって。 JK! リアル JK なの？そう、JK。 あったまきた、おい、教育的指導、行くだけやらせ。ちょっと一発開いて。次指導するかもな、おい。ちょっと、最近電話しかとすると思ったら、なんでミキと一緒にいるわけ？いや、ちゃうの、よくわかんない。ミキだってゾビーのことイケメンってバカにしてたじゃん。顔じゃないっていうかな。な、何この修羅場。カエルのくせに負けたわ。帝王様、時が満ちました。今こそ立ち上がる時。地球侵略作戦を。おお。さあ帝王様、ご命令。ジャバ様、もう急に立ち上がったりしたらダメだって言ったでしょ。帰ってきた、メンキチのイケキラメンド。オス、オラメンキチ、カッコバク、お待たせ、みんな帰ってきたよ。新規一点、メンキチの地元溝の口の激うまラーメン店を紹介していくよ。さあ、で今日紹介するのは、溝の口駅前に店を構える溝の口野郎。なんとニラキムチ、キクラゲ、鶏の唐揚げといったトッピングが全部無料なのだ。とことん豚骨ベースの乗ってるこってりスープに、鶏の唐揚げから染み出した油が絡んで、さらに濃厚な味わいに、もうたまらんです。かっこかくばく星3つです。
これはあくまで免吉個人の感想、本当個人的な感想。